はいどうもこみです。さて本日は関西クラクラクラブの空島ですね、クラの都を見ていこうというふうに思います。今はですね結構空攻めがやっぱり流行ってんのかなと思っていて、アーチャーを使ったりとかもする方多いと思うし、あと、ロケットバルーンですねを使っている方も多いと思います。これにライトニングを組み合わせる攻め方っていうのはね、ジョーカーさんも結構愛用されていて、それを見てね、真似している方も多いんじゃないかというふうに思うんですけども、今回はですねこのロケットバルーンを使う時のもうワンラングこう上のねテクニックというかそこを見ていこうというふうに思います。ロケットバルーンってヒルムラーで使えるスーパーユニットとそのままで出した瞬間にブワーッとねヘイスト効果を持ってすごいスピードでこう突き進んでいくっていうね防衛施設を狙うユニットなわけなんですけども、これを使う時にですね結構ロケットバルーンだけで攻めてる人多いと思うんですよね。だけどそれすると実はねあんま良くないことがあるんですよっていうところが今日のテーマになります。まずこんな感じの村ですね、これスターダストさんキヨさんという方ですね、うちのクラン のプレイヤーエースの方なんですけども攻めてますが、こういうね川とか池ですよ、こういうのを挟んじゃう場合っていうのは、若干仕方がないとこありますね。この距離っていうのはもう呪文を使って超えるっていうのもなかなかね空ユニットの場合しにくいので、であるならばこうロケバルを突き刺していくしかないっていうのが、あるんですけども、でもこういう陸続きのこういうゾーンですよね、こういうゾーンに関してはもうちょっと上手い突き刺し方があるだろうっていうことで、キヨさんがやってるのはまず序盤にロケットバルーンで相手の防衛を手前側潰しておきます。潰したらスーパーバリアン出してこうね、この辺の小屋とかを潰すんですよね。こうやって潰していきながら壁にこの工場バーバリアンぶつけていきます。これちょっと失敗しちゃって壁が多分開かないよね、開かないと思うんですけど、こんな感じで、何をしてるかっていうと壁と、こういうね、防衛じゃない施設を壊してるっていうところ、これがミソになります。なんでこれやんのっていうところなんですけど、今見てもらって分かるようにこれね、ここですよ。今ちょっと止めましょうか。ごめん、ミスった。よいしょ。ここまで今出せるゾーンがこう広がってきてますよね。もともとここまでしかなかったのに、こういう風に広がってきてるわけですよ。で、そうすることによって、ロケットバルーンがより防衛施設の近くから出せるようになるっていう、これがね、めちゃくちゃ大きいんですね。で、そのために入れるユニットって、実際そんなに大したボリュームになんないじゃないですか。で、こうやってどんどんこう広がっていくから、ほら、防衛の手前から出すんで、2体出てくる、ロケットバルーンが、防衛室に着くまでに落とされるってことが、まずない。っていうところですね。かつ、その到着するまでにやっぱこうね、ロケット効果が止まっちゃうってこともないんですよね。今回持ってっていうのは、工場バーバリアン3体なんで、まだ、これ確か3×10 で30ユニットかな、コスト枠的には。で、確かスーパーバーバリアンって5だった気がするから、2×5 で10、合計して40枠持ってってると、いう計算になるわけなんですけども、それを持っていっても一応ねこうロケットバルーンって結構それなりの数積めるので、こいつを使ってきっちりと出せる範囲を広げていきながら攻めていくと、2手目においてもこういう感じになるんですね。打てる場所がここからになってるし、こっち上の方がここからになってるしということで、だいぶ迫っていくことができます。この手前側からこう出していって、一番、それでも届きにくいこの部分ですね、一番最後残るのはここだろうと踏んだんで、キヨさん、もうここにライトニング落として、一番最後に処理しそうになってくる防衛は、ライトニングで潰しておきます。潰しておきながら、じわじわ出せる範囲を広げていって、ガンガンね、こう、近接からロケットバルーンを出して潰していくと、これも進みましたね、ここまでね。ぐっとこうもう一層進んで奥から出せるようになってますね、っていうところで攻めていきます。このねどこの壁を壊せば、どこの区画が開けてそこから出せるようになるかとかねいうことを計算していきながら、一番最後に残る部分にライトニングを当てておいて、で、それ以外のところですよね、に関してはこう壁を開けながらどんどん突き進んでいって、ユニットが出せるゾーンっていうのをこう広げていく、これがね何といってもロケットバルーンを使う攻めのもう基本なのかなというふうに思います。結構壁をね無視して
まあ、ロケットバルーンなんで壁は無視できるっていうのが、特にこう昼村やり込んでる方とかにとっては、印象強く、先入観として残っちゃってるかもしれないんですけど、空村の場合って、施設を壊せば壊すほど、で、壊しながら壁を壊せば壊すほど、ユニットを出せる範囲が広がるんで、今これ見てわかる通り、ここまで出せるんですよ、ここまで。だけど、ここは出せない。なんでかっていうと、ここに壁があるからなんですね。このどっちかの壁を壊せば、ここの部分にもユニットが出せるゾーンが広がるわけですね。っていう風に壁を意識した攻めをすると、ロケットバルーンの仕事ってめちゃくちゃ役割のね、その幅が広がるというか、その機能を目いっぱい使いこなせるようになるんで、ぜひね、意識しながら攻めていってもらえたらという風に思うところです。まあ、今回残りロケバル1体がこうね、回収に回っていることを考えると、この辺ですね、この辺。この辺を、もしもこう対岸からね、ロケバルを投げるのかとおっしゃってた場合、ここにあったロケット砲とかにみんなロケバルが落とされちゃってた可能性ってあるんですね。このギリギリの、2手前回を拾えた理由は、まあ、きっちりね、キヨさんが、壊すべき壁を壊しながら、で、壊すべきこういう小屋とかを壊しながら、ロケットバルーンを出す範囲っていうのをどんどんね、こう前に前に、持っていったっていうところにね、勝因があったのかなというふうにこう見てて思いますよね。これぜひ、重要テクニックなんで覚えておいた方がいいなと思うことと、あとね、この岩ありますね、この岩。この岩もロケバルは乗り越えることができるんで、そこもね、覚えておくといいかもしれないです。で、それをね、やっぱり僕も見習ってやってみました。残るところがどこかなって思ったときに、最初ね、ライトニング打つのをやめとくんですね。本当はこの辺に打ちたいんですよ、この辺に。だけど、最初に打っちゃうと、ロケバルパートで、ロケットバルーンを出した後に、次の2点目でどこが一番壊しにくいかなっていう風に、と見る。その見定めができなくなっちゃうんですね。なんで、見定めをするために、序盤はライトニング僕は打たずに、まずはアーチャーとかね、で、こう削りを入れていきながら、ロケットバルーンが出せる範囲をこうじわじわ広げていきます。はい。こんな感じですね。この壁を壊すことができているので、出せる範囲がここまでこう広がってますね。こんな風に。そうすると、ここにはアプローチがしやすいなっていう風に見えてきますよね。とか、まあそんな感じです。はい。こんな感じで壁を壊しながらアーチャーで削りを入れていて、どんどん奥の方にね、ユニットが出せるゾーンを広げていきつつ、最後のアーチャー出していきますね。ここの、スピアキャスターを狙っていくというところですね。これで少し前進しましたね。前進したところで今度は、ここに僕ライトニング打ったんですけど、どう考えてもこのウィザードの塔が最後残るなって思ったんですね。スーパーウィザードの塔が。この辺の対空爆弾は対岸から撃つことができるし、まあこれはもう、どう見ても近接からロケットパイル投げ込めますよね。で、この対空砲も外から狙えるって考えていくと、ここにあった防衛がやっぱ一番狙いにくいんで、そこをね、序盤にライトニングで壊したというところですね。で、ガンガン外周からこう攻めていきます。で、このロケバル出すタイミングも、結構ね、1体出して、落ちるまで待ってを繰り返すのはやめた方が良くて、今みたいにパパパパパって全部出した方がいいです。そうすることによって、お互いのスーパーバルーンが、次に出てくるスーパーバルーンのダメージが入らないようにタゲ取ってくれてるっていう仕事をするんで、まとめてガンガン出した方が結構いいですね。で、今のこれはね、もうちょっとでこの対空爆弾壊せるんで、ラッティングそこに打っちゃいましたね。こんな感じで打ってしまって壊したというところですね。で、なるべくね、このスピアキャスターとかも巻き込みたかったんで、打つ場所をこうね、見定めながらやっています。で、この多分対空砲とテスラが一番壊しにくいなって思ったから、ここにライトニングを打ったというところですね。あとはこんな感じ。ゴンゴンゴンと一気にね、狙うべきところにこう出していきます。このね、対空砲と、ね、テスラを狙いたかったんで、そこにね、集中的に出していって、上の方もそうですね、投石機じゃね、ではないわ。あれ、対空砲に、まとめて、一気にロケバルを当てていきます。このスピアキャスターも、こっちのロケバルがダメージの竹取っているうちに後ろから当てていくということをすることによって、こんな感じね、一気に、防衛施設を、大量のロケットバルーンを同時に出すことによって潰していくという感じですね。これやると、やっぱね、クランの都の一番上の、なんていうんだかな、都の頂上だっけ、あそこも大体4手以内では全開できるし、こういったね、他の村に対しても大体3手以内で全開はできます。ちょっとね、対空防衛がすげえ強いとことか、あとバーバリアンの、なんだっけな、バーバリアンのなんとかっていうところ、あそこはね、なかなか2手全開難しいんですよ。3手かかっちゃうことが多いんだけど、それ以外は大体こう2手で潰すことができますね。なんで、
なんかソフトウェアの更新来たら、はい、今みたいに、ライトニングを使う場所っていうのをしっかりこう見定めながらねやってみるのはすごく重要ですね。バーバリアンキャンプ、これはねやっぱ3手かかっちゃうけど、まあリュウさん結構うまいな。2手でほぼ全開まで持ってってんのはスパジャイスパーウィズか。まあこれはちょっとね今日のテーマから外れちゃうんで、また今度ゆっくり見たいというふうに思うんですけども、今日ねお伝えしたかったことは、ライトニング、ロケットバルーン使う場合しっかりと壁を壊して、ロケバルを出せる範囲を前に前に広げるということで、さらにライトニングは一番最後残るであろう防衛施設の中でも、対空攻撃が強い、まあ、連射砲とかね、連射砲って、ね、これね、これよいしょ出てこないかな、これこれね、この連射砲、これとか対空砲、あと対空爆弾、あとまあロケット砲もそうかな、この辺っていうのを見極めて、どこが一番最後まで残るか、あの苦戦しそうな到達しにくい、対空防衛の強いところにライトニングを当てていくっていうのがコツですね。まあ2個いっぺんに壊せる、こういうさっきね清さんここに打ってたけど、このね2つをまとめて壊せるから、多分ここを逆に最後にしようっていう風にもう目論んだのかもしれないですね、まあ、そんな風に自分でどこを終着点にしようかなっていう風に目論みながら使うもよし、まあ、何しせ入り口ではなく一番最後の到達するところを狙ったライトニングを打つこと、壁をしっかり壊すことで、手前にあるこういう小屋を壊してどん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 奥からロケバル出せる環境を作ること、この3つですね、ぜひ覚えていっていただきながら、あのですね、ロケバル使ってもらうと結構伸びるんじゃないかと思うんで、ご参考にしてもらえたらというふうに思います。というところで今日の動画を終わりにしたいというふうに思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。